はい、どうも、B モリです。まあ、今日ね、ちょっと諸事情がありまして、試合を見れてませんでして、まあ、この時間の配信になったわけですけども、まあ、試合結果をね、見直してると、ものすごい試合してるね。ちょっと一個一個振り返っていこう。まず、初回、やりました！吉田正尚選手が、先制のタイムリーヒット！マッチョ、マッチョめぇ、ああ、チョビー、ヤマチョー、マラビア、マッチョ、マッチョめぇ。ちょっと忙しくなりそうやから、ちょっとこの辺にし、しかし、1点差にされて森友学園に、そして2回の裏には、愛斗選手に同点タイムに打たれて、まあ今日先発、滝安選手なかなかピリッとせずと、そして3回の表またここでマッチョ、マッチョめぇ、はい、はい、ああ、チョビー、ヤマチョーマ、アラビアマッチョ、マッチョめぇ、わあ、チョビー、ヤマチョ、吉田正尚選手が、ホームラン、ホームランで、勝ち越し。さあ、吉田正尚選手、今日は暴れですね。そして、これまた5回の表、また来た、マッチョ、マッチョめぇ、ああ、チョビー、ヤマチョーマ、マッチョ、吉田正尚選手、3打席連続打点、タイムリーヒットで、これまた、突き放したで、4対2。さあ、これも勝つ流れですね、と言いたかったところですけども、5回の裏、ピンチを作って、滝原選手がピンチを作って、そして、投手交代金田選手、金田選手が最近上がってきたわけですけども、ここで、ウーネンティン選手にタイムリーヒットを浴びて、1点差、そして、愛斗選手に、逆転のタイムリーツーベースを。まあ、金田選手ちょっと頑張ってほしかったね。まあ、ヒギン選手がね、ちょっと落ちて。まあ、このただでさえ調子のいいこのオリックス、まあ、チーム全体で調子いいんですけども、ただやっぱ唯一の懸念で中継ぎなんですよ。って中でこの上がってきた金田選手にはちょっと頑張ってほしかったんですけど、頑張ってほしかったんですけど、なかなかちょっとね。そしてさらに6回裏には栗山選手にタイムリー打たれて、6対4。2点差。これはちょっとね、オリックスファンの方も意気消沈したところですか。今日は、もうちょっと負け試合かなと。しかし、この愛と勇気というか友達のね、B モレルは、まあ、そんな諦めるはずもなく、まあ今日試合見てないですけど、8回の裏、紅林幸太郎選手がヒット出ます。そして、ここで、代打が出てきました。入って入ってよ、岡田氏が代打がコールされました。しかし、西武の辻監督、ここで左ピッチャーにスイッチ。ここで左対左になったところで、しかし、代打の代打、ヘイティおりました。もうヘイティ打たせろよと。ヘイティが打たな。あかねえ。ヘイティ打たせろよと。T 選手が打たな、どうすんのって。そこはやっぱり、対左対左とはいえどもさ、そこはやっぱ、決めるべき男が決めなあかんのじゃない？誰が打つん？T 選手の代わりっておる？誰？ちょっと言って。代打で控えてました。さあ、ロメロ選手。さあ、ロメロ選手。もうこの前、昇格してきたわけですけども、帰ってきたわけですけども、もうさっぱり、もう打撃ないよ。さっぱり、全く打てる気配なしということで、なかなかちょっと状態はね、悪かったはずなんですよね。ということで、このスタメンも、外れたわけですけども、ここでロメロ選手、なんと、あたいさきの、同点、代打、同点ホームラン、ロメロ帰ってきた、ほんま！いや、もう、それを待ってた。いや、もう、楽天におった去年ね、もう散々ロメロ帰ってこいって絶叫してきたわけですけども、この帰ってきて、もうすぐさま、チームの、帰ってきてすぐさまこの主導打を打ってくれる、このロメちゃん、そのロメちゃんが見たかったそれを一年越しに見せてくれたと、ようやくロメロ帰ってきた、ほんま！で、8回には満塁のピンチを背負うも、俺、山田信義選手が切り抜けてくれました。最後、三振で、なんとか次の回につなげると。そして、9回の表。これまたオリックスも満塁のチャンスを作るんですけど、結局、紅林選手がダブルプレーに倒れて、得点できず、結局この試合が引き分けに終わったわけですけども。どうですか、今日のオリックスファンの皆さん。これは、俺は勝ちに等しいと思ってる。まあ、最後確かに悔しかったけど、まあ、ロメちゃんがね、ホームラン、同点ホームランを打って、なおかつこの、やっぱ、この粘りをね、
うん、この西武相手にこの愛斗選手に打たれたタイミングでもう正直きついなと去年までなら思うところやったんですけど、ここで追いついていく、そしてまたチャンスを作っていく、まあ結果的には取れなかったわけですけども、これは俺と今日の試合にマジで、まあ勝ってないとはいえども夢を見た、うん、優勝を見た、マジでこれ優勝するチームの戦いがしてるわ。うん。今年最後、試合を決める、うん、いいところで打ってくれる選手がね、ロメロ選手とか、ムネ選手とか、ティオカー選手とかね、この選手たちは今、打率はそこまで高くないんですよ。打率自体はそこまで高くないにもかかわらず、いいところで絶対打ってくれるっていう選手が今年はいっぱいいるんですよね。優勝するチームに言えることなんじゃないのかなと。うん、やっぱり、普段は打たないけど、いいところで打ってくれる。うん、試合に直結する場面で打ってくれる。これはやっぱりね、本当にこれはちょっと今流れすごいいいですね。ということで明日は山本由伸選手先発ということで、まあ、もう西武戦の山本由伸選手はもう、本当にね、もうカーショーとかね、あのランディ・ジョンソンとかそのレベルのピッチャーなんで、まあ打たれることはないでしょうと。うん。まあ今井選手相手にもオリックスは、まあそれなりに打ってますから、まあ明日は勝ってもらってね、西武戦に勝ち越しを決めて、いよいよ優勝街道を突っ走っていこうと思います。はい、勝手に。ビームでした。